よ、秋を彩る雨の音、人生アマちゃん VTuber の秋のアマヌと申します。続きやっていくぞ。前回なんだっけ、なんとかマッチなんとかマッチ、足りない、あれ、あれあれあれ、これ何の回え、私セーブしたよな。でっけえトロフィー足りなくね。エキシビションマッチまで戻ってるんですけど、なんで。はい、というわけで、なんかねデータが吹っ飛んでたんだけどいや、なんで、なんであんなに巻き戻ってた。私セーブちゃんとしてたよな。でね、はい、ちゃんと見てください、こちら、このでっかいでっかいトロフィーいただきました。ロボカップ予選のトロフィー、強くなったなと。守るの強さを知っている俺たちが認めたんだから勝ち続けろよ、ということでね。今日はなんか何する日か分かんないんだよね、今のところ。よいしょ、ママ今日はお休みの日なんだけど、急に仕事場に行くことになったの。そうなんだ、大変。休日出勤ってやつじゃん。ほら、あまでも知ってるでしょ、かりんちゃんのお兄さんのあきらさん、彼が取材に来るのよ。最先端医療とロボット工学の関係について話が聞きたいそうなの。なるほど、そういうことか。じゃあなんか仕事っていうよりはちょっと違う感じするね。虫が飛んでるわ部屋に。ちょっと待ってね、どうにかなってくれることを祈ります。あまね、グレートロボカップとかいう大会の本戦に出場するんだって。はい、でもまだ大会は少し先なんだろう。あ、ってことはやっぱり今日はお休みの日なんだね。お休みとか何もない日というか練習の日かな。それまではステーションで練習だね、頑張れよ。はい、頑張ります。お、なんだ、今日は校庭開放日なんだよね。久しぶりに学校のホロセームでバトルができるぞ。へえ。どうしよう、先にステーション行くか。とりあえずステーションに行っとけばいいみたいなとこあるからな。レック系なんかあれなんだよな、微妙、いいのがなんかわからない。グレートロボカップ本戦進出おめでとう、応援してるよ。ありがとう。あまねくんだ、カーリーも新一も今日は来てないよ。そうなのか、学校の方で遊んでるみたい。みんな学校にいるのかな。校庭開放1回戦負け。いや、あまねくん、予選は本当にいい試合だったよ。本戦が行われるドームはまさに一大イベント会場、夢の祭典にふさわしいところだよ。ジェイクじゃん。おお、あまね、本戦出場おめでとうね。僕も他のエリアで予選突破したね。ドームではいいファイトしようね。なんで他のエリアなんですか。ここだと私に勝てないからですか。あ、あまねさん、サインもらえますか。いいよ。わあ、ありがとうございます。一緒の宝物にします。ファンができちゃった。でもね、一番のファンはゆりえちゃんなんだ。さっきあんまり見かけない3人組がうろうろしてたよ。あれかな、SCP だっけ、似た合ってる、隣町のグループかな。あー、本当に本当に守さんは引退してしまうのね。最後まで勝ち続けたまま花道を飾ってほしいわ。まあそうはさせないんですけど。あまねくん、こんにちは。どう、そろそろ本戦進出の実感が湧いてきたかな。うふふ、本戦には各地から実力者が集まってくるわ。それはもうすごいものよ。そこで戦うことは全てのコマンダーにとっての目標であり夢でもあるの。あまねくん、あなたは負けたみんなの思いというとても大きなものを背負っているのよ。頑張って地区代表のない恥じない戦いをしてね。なんてね、プレッシャーかかった、かけないでください。私は私のためだけにやっているので。あ、お嬢様、温泉のチケットって手に入らない。骨とかないの。ないよ、諦めな。
あら、天音さん、本選出場が決まったそうで、まずはおめでとうございます。ちなみに私も別地区で本選出場を決めましたわ。楽しみですわね。おほほほほのほほほ。引退する守に最後に土をつけてやろうと狙うコマンダー多いからな。今年のロボカップは荒れるぞ、きっと。グレートロボカップはレベルが高い。守る引退。なるほどね。練習してるね。お、ガン、ボム、ポットは単独でバラバラに使っても意味がないんだよ。相手だって動いているんだから、それは避けられて当然。いかにして相手の進路を塞いだり足止めしたりして攻撃が当たる状況を作り出すか。それがカスタムロボの真髄なんだ。一つ基本を教えると、ポットで挟んでボムで追い込み、ガンでとどめ。この順番で覚えておくと便利だよ。ただし武器の種類によってはこの限りじゃないけどね。あくまで基本ね。いやー、私ちょっとやり直したわけなんですけど、グレートロボカップ予選をね、めんどくさかったんですけどいやー、また結局ね、不可思にね、一回ボコボコにされてしまって、あー、なんか自分ってやっぱり銃撃ってるだけなんだなって思いましたね。反省をしました。オルセウムについて面白い情報を手に入れたぜ、教えてくれよ。知りたい？はい。障害物の壁がぐるぐる回るホロセームがあるって聞いたぜ。そんなホロセームじゃポットがどっちへ転がるかわからなくて大変だよな。面白そう。本戦について教えてあげようか。はい。実はドーム会場で行われることということ以外僕もよく知らないんだ。おいおい、じゃあなんかまるで知ってるかのように話しかけるのやめろ。コンドラコンボ、はい。バーティカルガン、ストレートボム G、ジャンピングポット B のコンボだ。ジャンピングポット B が相手の頭の上で爆発したら、ストレートボムを相手に投げる。当てるか。上に吹き飛んだ相手は頭上の爆風に当たり地面に叩きつけられる。そこにバーティカルガンの追い打ちでヘッドクラッシャーコンボの完成だ。へえ。こんなものはコンボの一連に過ぎないぜ。どんどん自分で見つけ出すことだな。コンボとかそうはあんまりできてないからな。ホロセームのコーナーには要注意だよ。角で両側からポットを流されてそこへボムでも打たれたらもう逃げ場がないからね。さっき見かけない3人組が来ていたんだけど、その中の1人がちょっと素敵なお姉様だったわ。キューブを持っていたから、あの人もコマンダーなのね。どんな戦い方をするのかしら。きっと本戦で出てくるんだろうな。ロボ騎士の挑戦を受けたんだよね。ロボ騎士ってあのじいさんだっけ。じゃあきっとまた来るぞ。ははは。笑い事じゃないわ。闇バトルと呼ばれる裏のロボバトルがあるって聞いたことがあるんだけど、絶対嘘だと思っていたんだけど、最近よく聞くんだよねこの噂。本当だとしたらどんなバトルなんだろう。確かになんだか怖そうだけど、あー、話しかけたくねえなむ、あまね、お前、俺が予選落ちしたことでもはや雑魚へ降格したと思ってないか。最初から雑魚だと思っているよ前から雑魚、バカモン。おっと、どっこいすっとこどっこいのプーなのだ。なんだそれ。この深し様の価値は大会に出場するしないで揺らぐようなやわなものではないのだ。来るぞ来るぞ来るぞ。この深し様の輝く時は必ずまたやってくるのだ。そうですか。こんなもんか、ロボステーションで会話は。学校行くか。その前になんかたまには公園でも行ってみようかな。せっかく休みの日だし。あら、カップル。男の人にとってロボットってロマンなのね。単に子供っぽいって気もするけど、この国でロボット工学が発展したのは昔のロボット漫画のおかげだってね。すごい力を持った人間型ロボットや巨大ロボット、友達のような動物型ロボット、そんな漫画を見て育った人たちが大人になって熱心なロボット研究者になったんだ。そんな作品を残した漫画家の人たちにはいくらお礼を言っても言い足りないよね。そうだね。コマンダーとロボはダイブって心を一つにできるけど、人間同士じゃこうはいかないよね。確かに人が人の心にダイブできたら便利だろうね。いやー、怖いことになるよ。よくないよ。私知ってる、ダイブって言葉を知っています。アルトネリコを参照ください。いいもの だけじゃないぞ。大変なこといっぱいあるぞ。さあ学校行きましょう。あー、どっから話しかけていこうかな。カスタムロボはズバリ読みのバトルだな。互いの持つ能力を駆使して次に相手がどう来るかを予測して戦う。熱い。確かに。あ、猫ちゃんの子、ちょっとゆっくり近づいてみよう。久々に又吉ちゃんに会ったの。かつぶしあげたらとっても喜んでくれたわ。よかった。今日はでもいるわけじゃないのか。あ、早尾、なんだよ。もう温泉までお前と戦うつもりはないぜ。
大舞台で派手にぶっ潰してやるからな。そうか、負けるのが怖いんだろうな。僕チャンピオンの守くんが小学生だった頃担任だったんだけど、守くんはあの頃からロボに夢中だったな。すっかりいい子になったらしいけど、あの頃はすごい機関坊でね。そうなんだ。やっぱりお父さんが亡くなられてから自分が家族を守らなきゃって自覚が生まれたんだろうね。そうなんだ。アトレアお嬢様が園遊会をお取りやめになられたので行き場をなくしてしまいましたわ。あら、そうなのね。だからあそこにいたのか。何でも新しい目標を持たれたとかであちこちへ出て特訓中だとお聞きしています。でもきっとまたいつか再会される日が来ると信じておりますわ。よし、進めるかな。やあマネ、私ね、今日はロボをオーバーホールに出してるんだ。何それ。長い間の激しいバトルでボロボロでさ、ちょっとはいたわってあげないとね。私はしばらく大会もないしね。あ、マネ、もしかして私を任せて予選突破したんで私のこと心配してるんでしょう。押し込んでないかなとか、自分のこと恨んでないかなとか。図星でしょ。いや、そんなことないよ。ハリンは平気だって思ってるよ。ああ、私なんかガサツだから平気だと思ってるな。少しは心配しろよな。そういうことじゃないよ。カリンは前向きな女だと思ってるからだよ。ま、確かにこのカリン様、やるだけのことはやったんだから、もう何も悔いはないつもりよ。あ、まね、下級生のケンちゃん覚えてる？うん。今日はケンちゃんも来てるんだよ。カリンのこと好きな子じゃない？カリンと僕とでロボバトルを教えてあげるって約束でね。あれ、そういえばケンちゃん、どこ行っちゃったんだろう？ケンちゃん、カリン、変なロボが僕のロボを壊しちゃった。なんだか変なんだよ。動かしてる人が近くにいないのにずっと暴れてて。ケンちゃん、一体何を言ってるの？どういうこと？カリン、とにかく行ってみようよ。裏の倉庫だよ。あまでも早く来て。あの飛び箱めっちゃでっかいとこね。オッケー。助けてお兄ちゃん。倉庫の中で見たこともないロボが暴走してるわ。なんだか様子が変だよ。ガンやボムを乱射してるけど、周りの家具や壁や用具に傷をつけてる。バスタムロボの武器は現実空間の物体をあんなに強く傷つけたりできないはずなのに。このままじゃ危険よ。外に出てきたりしたら人に怪我をさせちゃう。私がフレアで止めるわ。しまった、今日は持ってなかったんだ。え、じゃ、僕ちんちゃんに頼むなんて言ってないでしょ。当然あまねよ、行くよね。俺はさ、本戦控えてんだぜ。まあ行くけど。よし、頼んだよ。ここで行けるのは俺しかいねえってことだろ。なんだお前、なんかどっかで見たことあるモデルじゃない？違うのかな。ロボは暴走している。戦いますか？おいおいおい。あ、全然見たことなかったわ。ファッティバイス型ブチル。あ、わかんないんだ。見たことがないパーツだ。でもスタンダードなんだね、他は。ガンだけが見たことないと。現実空間でのバトルおもろ。どういうことやね。ロボの武器性能をフルに駆使し、エネルギーを打ちに。可愛くないな、あんまり。うわ、なんか視点が。てか待って、あ、全然なんだっけこれ、スナイパーガンかこれ。あ、いた、自分のボム。あ、痛い。なんだこれ、ドラゴンガンみたいなやつだな。何？聞かないの？でもこいつ隙がでかいから避けてしまえば簡単だな。痛い、それ一発でダウンしてくれないと困るかも。あ、これショットガンだ。スナイパーじゃなかった。じゃあもっと近寄るか。開いてて。
近寄る。よいしょ。そういうことじゃなかったんだけど。布団は強い。暴走するロボを制圧しました。あまね、やったね。やっぱり見たことのない方だな、このロボ。コマンダーは？このロボにダイブしてきた人はいないの？あれ？お前、スバルってあれじゃん。それは自立起動型といって、自らの意思で動ける新型のロボさ。まだ試作段階なんで動きは荒いけどね。自立起動型？そんなロボは市販されてないよ。聞いたことがないもの。あなたたち何者？確か大会で見たかもね。大会なんてどうでもいいずら。わしたちは将来有望なコマンダーを調査して回ってるだけずら。豪雪、喋りすぎだよ。ひっ、水面の姉さん、ごめんなさいずら。あ、名前まで言っちゃった。さすがだね、天音くん。その自立起動ロボ、苦もなく制圧するとは。はっ、君たち、まさかドレッドの闇コマンダー？ご想像にお任せするよ。そうだったのか、スバル。天音くん、また近いうちに会えるような気がするな。ちょっとした勘だけどね。それじゃまた。でも君予選落ちしたよね。やっぱり今の3人組は悪の秘密組織ドレッドの闇コマンダー。噂には聞いてたけど本当にいたなんて。そうと決まったわけじゃないわ。大体そんな連中がこんなところに姿を現して何をやってるの。でもこれはちょっとした事件だよ。誰かに知らせた方がいいんじゃない。あ、そうだ。そういうことならうちの兄貴よ。なんたってロボティクスマガジンの記者なんだもん。ロボット工学に関する情報なら何でも来いだよ。今日はちょうど天音のママのところに行ってるのよ。最先端医療のロボット工学の関係を取材するとかなんとか難しいことを言ってたわ。あ、ここでつながるのね。それがいい。早速メディカルセンターにレッツゴー。あら、早尾？どうした？早尾、なんであんたもついてくるのよ。ふん、話は聞かせてもらったぜ。そのドレッドとかいうやつら、面白そうじゃねえか。俺にもお前の兄貴の話を聞かせろよ。エナチョコバンダナ女とのバトルなんかよりは暇つぶしになりそうだぜ。なんですって？カーリン、やめなよ。いいじゃない、早尾くんも連れてってあげようよ。しんちゃんがそう言うなら。ほら、早尾。あんまり私に近づくなよ。ふん。まあ、早尾が狙ってんのはゆりえちゃんだからさ。ここでセーブしてます。セーブしました。よし。次戻ったら許さないからな。今日はお休みだったんですよね。お手数かけていただいて恐縮です。じゃあ早速行きましょうか。ご案内しますわ。あら？天音じゃないの。新一くんたちも一緒に。どうしたの？あれ、カーリン？何しにここに？そっちこそ、兄貴はともかく、何でももるさんやゆりえちゃんまで？やあ、カリンちゃん。みんなも予選の日以来だね。まもるくんは午前中俺の取材を受けていたんだ。午後からここの取材だって話をしたら、まもるくんも来たいって言うんで、一緒に来たのさ。あ、兄貴ずるい。まもるさんの取材のこと、私に一言も言ってなかったじゃん。お前に話せば一緒に連れてけってうるさいからな。黙っていたのさ。カリン、ごめんね。でも私も今日知ったので、本当にどうしたんだよ、みんなしてゾロゾロと。あ、そうだよ、忘れてた。あのね、さっき学校で変なロボを見たの。誰もダイブしてないのに動くんだ。持ち主の連中は自立起動型とか言ってたかな。オロセームの外で動いていたんですけど、武器で周りのものを壊したりしてたんです。なんだそりゃ。そんなロボを普通の子が持ってたのか。自立起動型の小型ロボは実験レベルで開発されているけど、まだ市販されてはいないはずだし、ましてや競技用のカスタムロボが現実空間の物体にそんな大きなダメージを与えられるはずはないぞ。持ち主がまた変なやつらでさ、なんだかよくわかんないこと喋ってどこへ行っちゃった。アキラさん、僕、彼らはドレッドのメンバーじゃないかと思うんです。闇の組織ドレッドに関しては俺も情報収集中だが、確かにきな臭い話がいろいろ入ってきているところなんだ。これもその一つである可能性は大だな。
なんだか物騒な話ね。私の研究室に行きましょうか。話はそれからね。大状態になっちゃった。あ、何？なんだなんだ。穂村さん、一体何をしてるんですか？ここは私の許可なしには入れないはずですよ。まあ、穂村そうよな。父だもんな。今日あんたは休みだったはずだが、とんだ誤算だな。どういうことですか？この状況を説明してください。まあいいだろう、見つかっちゃ仕方ない。僕は闇組織ドレッドのスパイさ。ああ、じゃあ親も一緒なんだ。なんですって？ここで助手をしながら成瀬博士が残した研究データを狙っていたんだが、成瀬博士から引き継いだ研究は全てあなたに一任されていて、重要な情報に関してはなかなかガードが固い。全く苦労させられたぜ。それでも少しずつ時間をかけて必要な情報は大体入手させてもらったよ。しかし成瀬博士も大した研究成果を残したものだ。これだけの技術を軍事に転用すれば多大な利益が見込める。東雲様も喜ばせることだろう。東雲様、バカな、そんなことは許されないわ。あなたたちのような人がいるから成瀬博士はこの技術の流出を恐れたのだわ。キャン、なんだ。大丈夫ですか？それでは失礼するよ。守君、ママさんを頼む。奴は俺が追いかける。大変なことに。あまね、しんちゃん、私たちも行くよ。あやおも来るんだ。さあ追い詰めたぞ。観念しろ、ほむら、ちょろいな。くぅ、かっこいいぜよ。こんなセリフ一度言ってみたら、ダサい。ちっ、しつこい奴らめ。これで足止めさせてもらうぜ。け、ロボを出してきたぞ。こいつもコマンダーなのか？これは自律起動型のロボさ。ダイブなんかして体力を使うのは僕の性に合わないから、これを使わせてもらうよ。念のため言っておくが、ドレッド製のロボは人を傷つけることができるからね。兄貴、ロボにはロボよ。私が行くわ、下がってて。あっちゃー、私今日はロボを持ってないんだった。カーディン、あれ2回目だ。ジャッポポポポ、しんいっちゃん、2回目だ。デジャブ、面白い。俺が相手してやろうじゃねえか。おっと、早おう。よし、みんな下がってろ。大丈夫か、早おう。無理すんなよ、猫ちゃん。ドレッドのロボがどれほどのものか見せてもらうぜ。なに、俺のソルが、負けた。武器だ。あのドレッドの武器は受けるダメージが大きいんだよ。いつものバトルとは勝手が違うというわけね。これは私の出番になってきてるか。バカな、油断したぜ。あとは天音くんかな。もう一戦ぐらいお遊びに付き合ってあげてもいいが。こっちこそだが、やる気かい？まあいいだろう。ではもう一戦だけ付き合ってあげよう。なんだこいつ、気持ち悪いな。トリックフライヤー型オラクルヘッド。違法パーツ来た。ドラゴンガンだ。これさっきのかな。通常のドラゴンガンに比べホーミング性能が強化されている。また相手を吹き飛ばす力も格段に上がっている。やだな。空中での移動力を重視したロボ。3回できる空中ダッシュのスピードは全ロボ中トップクラス。地上での移動は遅い。アタックは遅く、攻撃距離は短いが。ドラゴンガンって近ければ近い方がいいのか長い方がいいのか分かんないんだよね。まあいいか、とりあえずショットガンで。猫ちゃん、いやー、痛え。痛え、危ない。うま、避けんの、うま。
私超うまかったな、避けるの。避けるというか障害物の使い方完璧だった。あとショットガン強。ほう、思った以上にやるな。感心したよ。あまり、いや、もう結構ボコボコだったよ。だがドレッドの力がこの程度のものだと思わないことだよ。しかし君たちバカだな。躍起になって僕を捕まえたところで必要な情報はすでにドレッドに送信済みに決まってるだろう。ではさようなら、ごきげんよう。な、こいつやるな。ち、逃げられたか。遅かったようね。ママさん、これは一体ドレッドの連中が狙っていた技術って何なんですか。はあ、仕方がないわね。みんなには話しておいた方が良さそうね。マモルくん、ユリエちゃん、話してもいいわね。二人は知ってるのか。わかりました。いいな、ユリエ。うん、私の研究室に戻りましょう。そこで話すわ。ドレッドが狙っていたのはね、ナノマシンの技術なのよ。やはり成瀬博士が医療用ナノマシンの研究を進めていたという噂は本当だったのですね。業界の中では数年前からもっぱらの噂でした。ナノマシンって何？この場合は医療用の超小型ロボットのことだ。難病の患者の体内に超小型のロボットを注入して治療するという非常に高度な技術なんだ。もちろん未だに実用化されていないテクノロジーだ。もしかして成瀬博士が研究を完成させる前に亡くなってしまったから、おばさんが研究を引き継いだんですね。いいえ、研究はほぼ完成していたのよ。成瀬博士が研究を始めて数年目に、彼は自分の娘が不治の病に侵されていることを知ったわ。皮肉なことと言うべきか、ナノマシンの試作1号はその子の治療に使われることになったの。それってつまり。その通り、ユリエのことだよ。なんと。でもね、ユリエちゃんは決して完治したわけじゃないの。博士が亡くなられた今も彼女の体内ではナノマシンが治療活動を続けているわ。だからユリエちゃんには定期的にここへ来てもらって治療を続けているのよ。私の仕事はユリエちゃんの定期治療と研究を完全な形に仕上げることなの。なるほど、この研究が発表されていないのは未完成だからなのですね。それとこれは成瀬博士の遺言でもあったんだけれど、ドレッドのような組織が目をつけて悪用することを恐れたためでもあるの。しかし奴らはその秘密をどこかから嗅ぎつけてしまったというわけですか。みんな黙っててごめんね。いや、まあ喋ることでもないからな。ずっと秘密にしておくように言われてたの。あ、だからあの時。何、しんちゃん。ほら、前にここに来てゆりえちゃんのことを受付で聞いたら、そんな子は来てないって言われ。ああ、なるほどね。そう、ゆりえちゃんだけは特別の患者だから教えてくれなかったのね。とにかく私はこのことを報告しておくわ。ポリス隊にも通報しないとね。さあ、あまりも他のみんなも今日のところはもう帰りなさい。はい。おお、結構すぐあっさり眠りますね。はい、というわけでね、本日はここまでなんですけれども、いかがだったでしょうか。いや、まさかこんな本戦前にドレッドという組織が暴れ出すとは思いませんでしたが、まあね、ちょっとドレッドっていう名前が出てき始めてから、ああ関わることにはなるんだろうなっていうのはまあ感づいてはいたんですけれども、ここだとは。スバルが、なるほどな、スバルがドレッドだったのは意外だったけど、あー、なるほどな。めちゃくちゃ喋ったのですげー酸欠になってます。じゃあね、次回は何なんだろう。次回も本戦に行っちゃうのか、しばらくお休みって言われてたからまだ休みでドレッドの話がちょっと続くのかわからないんですけれども、まあちょっとドレッドの話もしくは本戦といったところかな。本戦に行くにはちょっと早い気がするな。ちょっとドレッドの話片付けてからのような気もするので、まあ次回もお楽しみくださいということで、それでは皆さんお疲れ様でした。バイバーイ。